では行きましょう。いや非常にね高級感があっていいんじゃないかと思います。今回の旅でねレシートをねあの封筒に入れて渡していただいたのは多分ここだけかもしれないですね。それ以外にはメールで送るねみたいな感じでしたけど、ここは何も言わずにレシートを封筒に入れて渡してくださいましたね。はい、やはりなんかあるんでしょうね決まりが。まあ私としてはどっちでもいいんですけども、それがもともと決まってるっていうのはねやはり高級ホテルっていう感じですかね。ということでグラブを頼んでエアポートを行きたいと思います。はい、こんな感じになってます。よいしょ、ではちょっとタクシー呼んで待ちたいと思います。それでは昨日ねあの夜遅くてホテルの外観取れなかったですけども、こちらが入り口っていう風になっております。まあ、向こうのね道路からアクセスしてこちらに入ってきて、こちらでね降ろしていただいた感じになります。まあ、昨日ねもう夜暗かったのでちょっとお見せできませんでしたけども、入り口はねこんな感じになっております。ということで、タクシーを呼んで帰りたいと思います。ということで乗っていきたいと思います。 Thank you。 ということで無事乗り込みました。バンコクスワンのプーム国際空港までお願いいたします。すごいですね、ホテルの店員さんはもうグラブの画面を見せてくれっつって、あの覚えといてあげるから待っててくれみたいな、そんな感じでしたね。サービスがすごいですね。でまた声優平井さんということで名前を呼ばれてちょっとびっくりしましたね。はい、また来てくださいということでありがたいですね。はい、ということで、スワンナプーム国際空港までだいたい昨日はね2時間弱かかりましたんで、まあ、今日はラッシュアワー食らわないことを祈りつつ、まあ、食らったら多分2時間ぐらいかかると思います。ということで、まあ、普通はね1時間かかんないぐらいだと思うんですけど、ひとまずちょっと揺られていきたいと。あ、ちゃんとスピード出さないようにねあれがされてるんですね。車道にバーが置かれてるんだ。ということでしばらく寄られていきたいと思います。いや今度またねバンコクゆっくり行きたいですね。今回ね一泊の滞在ということでしたけども、次回はもうちょっとゆっくりね行きたいと思います。わざわざタイで日本食レストランとか行きたいですもんね。いや運転手さんねめちゃくちゃ飛ばしますね。やばい、怖いです。さっき160キロまで上げました。いやこれはね結構私は手汗びっちょりでビビってます。いやめちゃくちゃ飛ばす、怖いよ。あ、Thank you。 ということで、バンコク国際空港到着いたしました。すんげー飛ばす人でやばかったですね、ビビりました。だいたいね昨日は1時間2時間弱かかったんですけど、今日は35分ぐらいで到着しましたね。いやー怖かった。 Thank you。 交通監視員の人がちゃんとわざわざ渡らせてくれますね。はい、ということでいやー怖かった、本当に怖かったですね。いやこれが普通なんですか、 Twitter で聞いたら結構普通みたいですね。はい、ということで約4時間ぐらいですねここら辺で仕事しつつ待ちたいと思います。PCR 検査の結果が出るのが、夜の9時ということで、まあ、ちょっと早めに、ね、聞いてみようと思いますけども、まあ、そんな早くはもらえないと思いますんでね、ひとまずここら辺に待ちたいと思います。ということでワンチャンね、PCR 検査終わってないかなと思って聞きに行ったんですけど終わってませんでした。ということでねタイのお料理がいただけるこちらの空港のお店でいただきたいと思います。なんかいろいろいただけるみたいですけども、あれですね、なんだっけ、これですね、はい、チキンライスセット、これ確か有名ですよね、名前は分かんない、これいただきたいと思います。では入りましょう。ということで今ね席に着いたんですけど、もう早速着いたと同時に注文いたしました。あのチキンとお米のやつですね、あれなんて言うんでしたっけ家で一回作ったこともあるのに名前が出てこないという、
カオマンガイでしたっけ、はい、多分それだと思いますね。いただきたいと思います。な今もう夕方の5時で、まあ、でもチェックインできるのが、今の感じだと9時にもらって9時にチェックインなんで、まあ、制限エリアに入れるのがまあ10時ぐらいだとしても、あ、センキュー、どうなんでしょうね。いやさすがに23時59分発なんで夕飯は出ないと思うんですよね、はい、飛行機で多分到着前に多分出ると思うんですけど、多分それだけなんじゃないかななんていうふうに思いますんで、ある程度ねお腹満たしてあのね搭乗ねしていきたいと思います。ということで到着いたしました。多分カオマンガ多分ということでいただきましょう。なんかねいろいろタレがついてていいですね。あとスープとライスもついてるということで非常に美味しそうです。あとこれはチンゲン菜ですかね、うん、めちゃくちゃ美味しそうです。いやお腹空いてたのでちょうど良かったですね。ではいただきましょう。どんな感じなんでしょうか本場なの。いただきます。うーん、あ、美味しいですね、うん、めちゃくちゃ美味しい。辛いのつけてみました。こんな感じでねタレが来るんですけど、うん、つけた方がピリッとして美味しいかも。今ちょっと赤いのをつけましたけど、うん、美味しい。これはね日本でいう普通の中華スープですね、はい、めちゃくちゃ美味しいです。ということでここでねちょっとゆっくりしてから、出発エリアで待ちましょうかね、はい、まあ9時までね結果出ないっていう感じなんで、まあ、ちょっとゆっくり仕事しつつ待ちたいと思います。ということで今ね出発ゲートに来ました。このねベンチみたいなところでちょっとね休んで搭乗を待ちたいと思います。まあここでねちょっと仕事しつつゆっくりしつつあとね3時間半ぐらいありますんで、はい、ちょっとゆっくりしながら PCR の結果ね出るの待ちたいと思います。先ほどの食事だいたいねお水とあのチキンセットでだいたい530バーツぐらいなんで2000円ぐらいですかね。まあここは空港ということで結構やっぱり高いですね。はい、まあでも非常にね美味しかったんで大満足です。ということでこの辺でねちょっとゆっくりつつ仕事して待ちたいと思います。ということで今ね8時過ぎぐらいなんですけども、PCR 検査のねところ昨日行ったあそこですね、はい、受けてきまして、受けてきたじゃない、あの結果の方ねもう出てるかなというふうに思いまして行ってみたところですね、はい、無事陰性をいただきました。ということでこれで無事ね私は日本に帰国することができますので、タイ航空ねチェックインしていきたいなと思います。まあ、正直ねチェックイン自体はできるかどうか分かんないです。というのもね今日23時59分なんで3時間前だとね23時59分なんであとね1時間ぐらい30分ぐらいあるんですよね。もしかしたらダメって言われちゃうかもしれないですね、まあ、ひとまずチェックインしていきたいと思います。ということでタイ航空今回ね、帰りますんで行きたいと思います。どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はねタイスワンナプーム国際空港に来ております。で前回のね続きとして、食事をいただいてこのね待合エリアで、泊まったところでね終わったと思うんですけども、で今回なんですけどもこちらねタイ航空の、ビジネスクラスに乗って日本にね帰ります。まあ非常にね残念なんですけども、もうもともとここはですねタイ航空のファーストクラスをね抑えていたんですけども、なんと残念なことに機材変更ということで、まあ私ねトリプルセブンのダッシュ200みたいなんですよね今日の座席が。まあ一応それも乗ったことないんでまあいいんですけども、まあ元々はねファーストクラスだったので非常に残念なんですけども、チェックインねしていきたいと思います。それではタイ航空を探してチェックインしていきたいと思います。この時間なのにすごいですね、もう9時ぐらいなんですけどもめちゃめちゃ人います。あー、タイ航空どこだろう、はい、ちょっと分かんないんであれを見ましょう、電光掲示板を見ましょう。すごいな、もう明日の朝の便まで乗ってますね。私の便は23時50分あれですね、 C カウンター、 C カウンターってどこだ、あっちですね、あ、一番端っこの方ですね、はい、ひとまずね、歩いて C カウンターの方でチェックインしていきたいと思います。
ということで本来ねあのファーストクラスでここ撮ってたんですよね。で結局機材変更でファーストクラスの設定のない座席になってしまって、結局ねビジネスクラスになったわけなんですけど、まあ元々のチケットがねファーストクラスだったからということで、ここねファーストクラスのチェックインカウンターなんですけども、ここね特別に今回使わせていただけるということで、はい、まあ先ほどねちょっと向こうのビジネスクラスのチェックイン行ったんですけども、こっちにね案内していただきました。で入るとねこんな感じでお水がいただけて、はい、まあ、ANA の Z カウンターみたいなそんな位置づけですかね。いやありがたいですね。ということでお水いただきます。あのあれなんですね、 MySOS も登録ねある程度してたんですけども、それも提示するんですね、はい、前回は PCR 検査しか見せなくて、日本に着いてから MySOS とかね入れたんですけども、まあ、今回はちょっと違うんですね。うん、だ今はまあ待機なしでねあの自宅等々に帰れますんで、まあ、それの関係なんですね。いやこれはねあのお恥ずかしいことにねあのチェックインの時に必要だとは思ってなかったです。あの後でやればいいかなぐらいでね、あの必要なのは知ってたんですけども、このタイミングで必要だとはね正直思ってなかったですね。はあ、ファーストクラス乗りたかったな、タイ航空。残念です。また次回ね、まあ、今回777のビジネスクラスなんでスタッカートなのかな、ちょっとそれもね私もあの機材変更が結構直前できたんで調べきれてないんですよね。はい、スタッカートだといいですね一応多分何時間だろう、7時間ぐらいのフライトですんでね。ということでもうしばらく待ちたいと思います。ということで今私はですねエスコートを受けてファーストクラスのトラックに行くというね、はい、ちょっとお恥ずかしいですけども、ファーストクラスはこういうサービスを受けられるみたいですね。ということで、あのね、ファーストクラスの、ね、例を使わせていただいて、でそこでチェックイン、出国審査全部終わりしましたので、やばいですね、はい、1分ぐらいで全部終わりました。で今ね、こんな感じでエスコートをいただいて、ファーストクラスラウンジの方に案内していただいていると。だからここは基本的にはファーストクラスの、タイ航空の利用者しか利用できないはずなんですけど、今回ねビジネスですけども、もともとファーストだったということで使わせていただけるということでありがたいですね。あ、センキュー。ということで受付までやってくれるというね、このカバン持ちましょうかまで言っていただいてすごいですね。さすがに断りました悪いので。わーすごい、ここがねビジネスクラスラウンジエリアみたいですね。でこの先にファーストクラスがあるみたいな、そんなことをね先ほどおっしゃってたんですけども、違うかな、ちょっと間違ってたらすいません。いやー前日からチェックインしたかったなもうワンチャンさせてもらえてたかもしれないですね。あ、できないか、ダメPCR 検査はね、はい、ダメなんでやっぱりできないですね。あ、もちろんねこのエスコートね断ることも多分できると思いますね。いやね、あの7割方ぐらいの人がね振り向いてますんで、あの店員さんにエスコートされてて、まあそりゃそうですよね、目立ちますよね、はい、私の前に2人の方がいらっしゃってエスコートしていただいてますんで、 Thank you。 わーすごい、 Thank you。 わーすごい、すごい、 Thank you so much。 Can I use OK? あ、すごい、あ、Thank you。 ということでこちらタイ航空ファーストクラスのプライベートルームとなっております。いやーやばいですね、はい、あの今ね使ってる方がいらっしゃらないので、よくやればどうですかということでお話をいただきましたので、ちょっと快諾したら思った以上に部屋が大きかったですね、はいこれはちょっとびっくりですね、はい、こんな感じでサービスをしていただけるという感じになります。でまたですね、私のね搭乗時刻が23時59分で、ボーディングタイムが23時59分発で、ボーディングタイムが23時20分ぐらいなんですよね。ということで、あのまさかなんですけども、あの搭乗時刻になったらお迎えに来ますということでお迎えに来ていただけるみたいです。いや本当にすごいですね。これはねちょっと迎えに来るって聞いた時に2回聞いてしまいましたね。いいんですかって言ったら、そういうサービスになっているそうですね。でメニューがねこんな感じでいただけまして、シャンパンから赤ワイン、ビール、カクテルもいただけますし、ホットドリンクからソフトドリンク、はい、いただけますね。
こちらがドリンクメニューということで、こちらね入ったらすぐねいただけました。でこちらが、ファーストクラスの、スナックとサラダ、あとブランチとディナーということで、食事がね、いただけるという感じになります。ですんで、まあ、ちょっとせっかくなんでね、こちらもいただきたいなと思います。まあ、お昼過ぎぐらいにねちょっと軽くいただいたんですけども、まあ、せっかくなんでねいただきましょう。でシャワーもね浴びたいんでちょっと急いでいただきましょうかね。はい、ということで、いやーすごいですね。はい、ちょっと記念でシャンパンをね注文させていただきました。いただきます。うまいです。いや私はねてっきり機材変更でねビジネスクラスに落ちてしまったので、まあ、てっきりねもうビジネスクラスでチェックインカウンターでやって、まあ、ビジネスクラスラウンジ入ってみたいな感じでね、まあ、利用させていただく感じかなと思ってたんですけども、機材変更ということで会社都合だから多分こういった対応に、ね、なっているんだと思います。いやー本当にすごいですね。かなりびっくりしました。はい、ということでちょっとシャンパンねいただいて、あとこちらウェルカムドリンクもね一緒にいただきましたんで、まあ、両方サービスさしていただけたっていう感じですね。これちょっと何なのちょっと飲んでみましょう。あ、これちょっと分かんないな、うん、ちょっと酸味がちょっと効いてる、美味しい。ということで、ゆっくりね食事しつつ、シャワーの方ね浴びたいと思います。ということで、サラダとあとねパッタイとステーキなのかな、ちょっと詳しくはねちょっと分かんないんですけども、いただきましたね。まずねサラダいただきます。これねジャパニーズドレッシングって書いてあって頼んだんですけど、これ何なのな、ちょっとわかんないですね。まあ、ひとまずいただきたいと思います。いやサラダたくさんいただけるのはありがたいですね。はい、ということでいただきます。いやすごいですね、タイ航空、まあ、拠点ですからね。はい、でもこの広さのプライベートルームはちょっとビビりますよね。10人ぐらいはいけるんじゃないかな。10人は言い過ぎかな。いただきます。まあこれはねサラダなんでね、うん、でもフレッシュで美味しいです。このジャパニーズドレッシングは何なのか、僕はサイゼリアのサウザンドレッシングにはしか感じないんだけど、店員さん間違えちゃったのかな。なんかねサウザンドレッシングもあったんですよ、うん、多分そんな気がするけど違うかな。ちょっと自信がないんで言いませんけど、まあ、一応ねジャパニーズドレッシングでちょっとサウザンドレッシング寄りの味がねしますね。はい、ということでシュリンプ抜きのパッタイいただきました。いや非常に美味しそうですね。はい、食べたかったんでちょうど良かったです。はい、でこれはね塩と唐辛子とピーナッツみたいな感じで、まあこれをつけて食べてもいいみたいなね、まあそんな感じですね。ちょっと私はそのままいただきましょうかね。ということでいただきます。ちょっとね話してる間に次の、ね、お料理がいただき きましたけども、今回ねステーキ、はい、ビーフいただきました。一応ねポークかビーフだったかな、はい、選べましたんで、はい、ということでいただきましょう。いやこのパッタイもね非常に美味しいです。これ何もかけなくても良さそうですね、うん、味付けとしてはソースベースなんですかね、うん、ちょっと表現が難しいですけども非常に美味しいです。入ってるのはもやしとニラとヌードル と、あれですね厚揚げですかね、うん、甘辛い味で日本人の方もね非常に好みだと思います。ということでステーキねいただいていきましょう。ステーキにはねなんとご飯がねついてくるんですね。はい、これちょっと驚きですけどもミディアムで注文いたしました。一応ね焼き方を聞いてくれるということで、いただきます。このステーキソースがねピリ辛で非常に美味しいですね、うん、日本のステーキソースとねそんなに味は変わらないんですけども結構ピリ辛な感じで美味しいです。じゃあお米も、はい、フォークでいただいちゃいますけど、いただきます。多分これは多分ねもち米じゃないかなと思います、はい、非常に美味しいです。ということはこんなもんでしょうかね。あとはねちょっとゆっくりいただいて登場までゆっくりしたいと思います。お水注文しました。まあ、多分これね言えば何回でも持ってきてくれると思うんで、はい、多分好きなだけねいただけると思います。いや非常にいいですね。
ということで食事が終わってね、今ね22時15分ぐらいなんですけども、これからねシャワーをね浴びに行こうかなというふうに思っておりまして、ちょっと聞いてみたんですけども、残念ながらですね、今このスワンナプーム国際空港のラウンジのシャワールームっていうのはどうもね閉鎖しているということで、クローズみたいですね。いや残念です。ちょっとねさっぱりしてね登場したいななんていうふうに思ってたんですけども、残念ながら利用することができないっていった形になります。でまたねこのタイのファーストクラスをね利用すると、昔はですねマッサージを受け入れたりとかそういうサービスもねあったんですけども、それもね、中止、まあ今はねやってないっていった形になります。いや今日ね髪の毛をねセット、これね忘れてきたんですよ本当はねセットしていつもジェルでバキバキに固めてるんですけども、今日ね髪の毛をセットし忘れて空港に来たんですよね。いやこれはねちょっと不幸中の幸いじゃないですけども、もしね固めたまんまだったらもうこのまま朝までねいなきゃいけなかったっていう風になりますんで、いやある意味ね良かったですね、セットしてこなくてね。ちょっと皆さんにはね見苦しい姿をお見せしているわけですけども、まあ、こういった形に、ね、なりますと。ということであとね40分か50分ぐらいですね、ゆっくりしてね登場していきたいなと思います。ということで時刻はね23時になりました。搭乗時間がね23時20分ということですので、そろそろねエスコートの方が迎えに来る頃かななんていうふうに思います。まあ23時15分過ぎて来なかったらちょっと自分で行こうかななんていうふうに思ってるんですけども、一応ね先ほどの話ではエスコートしていただけるということですので、呼びに来てねいただけるのをちょっとね待って搭乗していきたいなと思います。いやねプライベートルームまで用意してるってすごいですね。非常にねリラックスして過ごすことができました。ありがたいですね。ということでもうしばらくね、待ちたいと思います。それではお呼びがかかりましたので行きましょう。搭乗開始したみたいですね、はい、ということで行きます。 Thank youThank you. Thank you. ということで今回ね C8 というゲートですね。だいぶ遠そうですねだいぶ遠そう。このラウンジはね D ゲートの方にあるんですね。いやーとうとうね、今回 ANA の特典航空券の旅ということで、いろいろね回らせていただきましたけども、とうとう終わってしまいますね。ちょっと寂しい気分もありますけども、約1ヶ月ぶりにね日本に帰れるっていうのもね結構嬉しいですね。ということでゆっくり歩いて搭乗していきたいと思います。それでは搭乗していきたいと思います。もうね搭乗開始してるみたいですね。今ねアテンドの方と一緒にね来ております。ラウンジから結構遠かったですね、いやすごいですね。やはりねこのアテンドの方がいらっしゃるからなのか、もうタイ航空のね制服着てる人は全員挨拶をしてくるっていうね、はい、かなりびっくりですね。ということでそのまま搭乗していきたいと思います。 Thank you.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  ということで無事ね搭乗することができました。アテンドの方本当にありがとうございました。今回ねエアバス777-300ERですね。はい、ということで、まあ、こちらもね今回ねこちら初めてね乗る機体っていう風になりますので、ちょっとねファーストクラスはね利用することができませんでしたけども、まあいいでしょう。ということでモニターはねこんな感じになっておりまして、USB ポートが台北がね2つここにありますね。でこちらに、足伸ばす台とした荷物入れですね。でこちらに安全のしおりとチケット袋が入っております。でこっちの方にですねリクライニングのボタンとかリモコンですね。結構年季が入ってる機材な感じですね。はい、塗装とかね結構剥がしております。で今ね、撮影してたらですね、
おしぼりの方をねいただきました。はい、おしぼりいただきました。で、あとね、ウェルカムドリンクということでシャンパンをいただきました。ありがたいですね。はい、で今回ですね、長距離戦ということでちょっと後で開けたいと思いますけども、私初めてですかね、タイコークのアメニティをこんなしっかりもらうのは。こういったね、入れ物でいただいて、これはどっかのブランドなんですかね。はい、ということでちょっとあれこれも後で開けたいと思います。で、座席にはこの枕とね、ブランケットが置いてあって、でちょっとね、うまく映ってないですけども、ここにね、AC のね、アダプターのコンセントがありますね。あとここにイヤホンジャックっていう感じですかね。はい、ということでこちらね、23時59分発ということで、約ね、6時間、7時間ぐらいのね、フライトっていう風になると思いますけども、関西国際空港までね、行きたいと思います。ということで、もうね、結構遅めに登場したので、もうね、すぐドア閉まると思いますので、シートベルトして待ちたいと思います。ということで、シャンパンいただきます。うまいですね。いやありがたいですね。はい、ファーストクラスラウンジも利用させていただいて、はい、今回ビジネスクラス利用するわけなんですけど、もともとの予約はね、ファーストクラスだったということで、まあ、機材変更でね、ちょっと残念な部分はありますけども、でも、ね、ありがたいです。ということで、もうね、飛行機動くと思いますので、ちゃちゃっと飲んで待ちたいと思います。で、ビジネスクラスね、今回212の配列でスタッカードなんですけども、半分ぐらいしか入ってないですね。はい、かなりね、あの空席の目立つね、フライトっていう風になります。まあ多分ね、こんだけ埋まってないから、まあファーストクラスじゃないね、飛行機にね、変わったっていう感じですね。はい、ということで、もうしばらく待ちたいと思います。ということで、まもなくね、飛行機が動き出しそうなところで、もうあれですね、と出発時刻終わしすぎてますんで、若干ディレイしている感じですかね。いや、まさかなんですけども、今回ね、まあ、ファーストクラスから機材変更で変わってしまったんですけども、まさかあの CA の、ね、責任者の方からね、ご挨拶をいただいて、まあ、今回ね、ファーストクラスの予約してたのに申し訳ないという話をね、いただいて、非常に、こっちこそすいませんっていう感じですよね。まあ、まさかね、そんな挨拶とか来ると思ってなかったので、ちょっとびっくりいたしましたね。で、あなたはね、YouTuber なんですかみたいな。で、この機材のね、ビジネスクラスのレビュー初めてですかみたいな、まあ、そういった話もいただきまして、まあ、今回ね、777のビジネスはね、私初めてですね、まあ、初めてですよっていう話をさせていただいてね、いや、まさかね、ご挨拶いただけるとは思わなかったので、非常にね、びっくりしております。してます。もうしばらくしたらもう動くと思うんですけども、まあ、ちょっとね、遅れてるみたいですね。約6時間から7時間ぐらいのくらいで、ね、楽しんでいきたいなと思います。Thank you.
機内時間はね終わって、もう早々にね、ライトが開けされて、もうお休みモードに、ね、入っております、まあ、ひとまずね、こちらアメニティね、開けていきたいと思います。このケースね、非常に可愛いですよね。中は黄色で、ここにタイ航空のロゴとかも入ってますね、はい、で、中は歯ブラシ、あと靴下ですね、あとは耳栓、あとは大きめの櫛ということで、まあこれだけですね、はい。でもこのカラーも、ね、非常に可愛いんでいいですね。今後あの機材とかも、ね、入れるように使いたいと思います。であとね、4時間半ぐらいですかね、はい、ということですので、ね、歯を磨いてね、私も休みたいなと思います。で、あの寝る前にね、お水もいただきました。こういうのはありがたいですよね。ということで、でですね、エンターテインメントなんですけども、やはりね、日本戦ということで、あのね、結構ね、いろんな種類の映画を見させて、どんな感じで利用できるかなんて見たんですけども、まあ、結構ね、日本語を対応してたり、あの日本語の、ね、字幕が利用できたりということで、結構ね、いろんな映画等々を、ね、見ることができますので、やはりね、日本戦ということで利用しやすいですね。ということで、フルフラットにしてね、休みたいなと思います。それではフルフラットにしていきたいと思います。これですかね、はい、ということで今座席が動いてます。おお、あーすごい、ちょっと足元見えてないかもしれないですけども、どんどん平らになってってます。おお、いいですね。はい、ということでフルフラットになりました。枕とね、ブランケットを広げたいと思います。それでね、フルフラットシートにいたしました。いや、めちゃくちゃ快適ですね。あ、今ね、頭結構上の方にしてれば足もね、届かないですね。届かないんで、ぐっすりね、横になって関西国際空港まで行けますね。いや、これはいい。ではね、正面から上から見るとこんな感じです。ここもね、ちょっと余裕ありますし、はい、かなりね、ゆったり過ごせると思います。ということで、あと4時間半ぐらいですかね、はい、ぐっすり休みたいと思います。では、おやすみなさい。おはようございます。今、朝の4時14分まだ起きてませんけど、4時間ぐらいで朝食で起こしていただきました。ちょっとお水いただきます。ということで、いただきたいと思います。こういった映ってるかちょっとわかんないですけども、こういった小鉢のセットと親子丼とお米とお味噌汁ということで、いいですね。はい、見てください、親子丼です。あとお味噌汁と、いや、これはもうめちゃくちゃいいですね。顔がまだ起きてないと思いますけど、すいません、ちょっと顔モザイク入れておいてね。では、いただきます。味噌汁染みますね。まあ、ちょこちょこ朝げ飲んでましたけど、やっぱ染みます、ね、うまいですね。鶏ハムみたいな、レンコンと鶏肉の鶏刺しみたいな感じですかね、うん、いただきます。あとね、3、40分したらね、到着となります。あとはちょっとゆっくりいただきたいと思います。それでは間もなく着陸となります。もうね、もう大陸は見えておりますね。これはちょうど四国ら辺でしょうか。いやー、感慨深いですね。
約1ヶ月ぶりの日本に帰ってまいりました。あと20分でね、到着となります。Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.ということで無事到着いたしました。手続きに沿ってやっていきたいと思います。ということで無事関西国際空港到着いたしました。いやすごいですね。7時50分に飛行機降りて今ね8時12分なんですよ。ですんで20分ぐらいでね、はい、通過できた感じですね。いや体制がね本当に完璧になってるんですね。いやびっくりしました、前回ね羽田ニューヨークから羽田帰った時はまず3時間ぐらい待ちましたからねいやすごいですね。はい、ということで今回ね、私 ANA 特典航空券の旅プラスアルファということで、約1ヶ月にわたってね海外行ってたわけなんですけども、今回ねここで終了ということで、ご視聴いただいて本当にねありがとうございました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。いや日本に無事帰ってこれて本当にね大満足です。いや本当に関わっていただいた方にね本当に感謝ですね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。ということでそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。